東京がかなり前に出ている状態でのスタートとなります。ラフモンスターズ対ゴナ東京の試合です。波動ファイト。さあ前に行ったゴナ東京、そのままね若干前にいるところからスタートです。さあそれではステータスの方を見ていきましょう。ラフモンスターズのステータスから見ていきますね。ラフモンスターズ3241531111135、シールドは1人いるという状態ですね。さあ対するゴナ東京です。3241432132413241という、やはりね今3241かなり使っていってる印象ですね。さあ点数を取ってきたのはシールドをね使っておりますラフモンスターズ、こちらのチームが先に点数を取っています。さあラフモンスターズシールド5のプレイヤーもねシールド全て使い切った状態、この今持っている3点というね3点差4点差、これをしっかり最後までね持って逃げ切りたいところだが、しかししっかり前に来て抑えてくるゴナ東京。さあどうだラフモンスターズ、このまま逃げ切れるんでしょうか。さあどうだ、1点届かず、ここでタイムアップ。4対3ラフモンスターズの